遅い、律者。ウォーミングアップにもっと時間が必要なんじゃないかと気を使っただけよ。何せあなたは新しい時代の律者と戦ったことがないのよね。もしかしたらあなたの想像とは全然違うかもしれないわよ。ほう、もっとシンプルに言った方がいいのか。その茶番はいつまで続くんだ。律者、周りは俺のことを狂ってると思ってるかもしれないが、愚かだと考えた奴は誰もいないぞ。お前に何の目的があるのかなど俺は気にしない。今お前がずっと行きたいと思っていた指針の書はここにある。お前は欲しいものを手に入れた。そろそろ代価を支払う時だ。ええ、あなたの欲しいものは知ってる。あなたがこの瞬間を待ってたことも知ってるわ。この怒りの炎は長い間静まったまま長すぎたんだ。それを見たいというのなら背負ってみるといい。お前の最大限の力でな。無駄話はいらない。来い。内だろうが外だろうが会うものは殺すのみ。前へ来い。向き合え、死と。この俺、許しを乞うがいい、律者。許さないがな。律者を相手にしてそれを言うのは少し早いと思うわ。せっ、触りだ。来い、そのもがく姿を俺に見せろ。後悔するわね。リッチャー、空からの方向だけだと思ってるの？教えてあげましょう。雷鳴が人を怯えさせる本当の理由を。滅びなさい。おめでとう、リッチャー。お前は自身を証明した。殺される価値があるとな。だがこれは戦闘じゃない、狩りだ。さあお前の全力をかけて逃げるがいい。だと、お前の相手はこの戦後だ。ケラのような力で崩壊の代弁者を務めてるのか。もっとだ、来い。俺を滅ぼせ。でなければ俺が全てを壊す様を見ろ。貴様つけ、死ぬがいい。そう、という殺意だ。この瞬間に俺に復讐しろ。俺に壊させ、殺させろ。来い、リッチャー。共に炎に身を投じて俺に見せてみろ。燃え
やされる顔な。これは見たことのない力ね。長時間の維持は不可能なはず。逃げろ、逃げるがいい。お前が逃げた先も灰となるだけだ。俺がお前に近づくし、俺がその終点だ。どうがいい。まずい。何を笑ってるの。所詮その程度だ。お前を見て俺が初めて殺した律者のことを思い出した。死ぬのがあまりにも早く、思う存分楽しめず絶望する暇もなかった。第四か第五、よく覚えてないが大して重要でもない。だからお前にもう一度チャンスをやろう。遺言を残すといい。つまりこれでやめるつもりはないのね。遅い。ただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も一つだけだ。遺言、いつかそれを口にする日が来るわ。けど今じゃない。いいぞ。今日が終わればここもお前と共に消えてなくなる。誰が誰のために殉じるのか証明するがいい。成功、私に教えなさい。誰も生還できない真相を、運命の真の姿を。避けられないなら今よ。その運命を打ち破ったわ。アポニア、姿を現しなさい。どういうこと？どこかで間違いがあったの？私の判断が間違っていたの？いいえ、そうだとしても今のはずじゃない。もし運命で、運命に逆らえないのなら、私自身の手で。これが人が死ぬ瞬間。その通りだよメイ。死を体験することもその運命の一部。そうしなければあなたにはその重さは分かるまい。やがて私たちは同じ気持ちで互いの存在を見届けられるようになる。絶望を経験しなければあなたは変えられないことを信じない。ここまでにしましょう。決められた運命の時間はまだ遠いのだ。